おし、どのさん、ごちゃみネットです。さあ、ソルドーズ実況続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら、まあ、なんとなくタイトルでやりたいことっていうのが伝わってるかなと思うんですけど、今回はこの3人、1号とハンナとオサイの3人で誰が一番早いのか、そちらの検証動画やっていきたいなと思います。でですね、なんでこの3人をピックアップしたのかっていうと、まず選手紹介やっていきます。一番左側から順番に、1号は特技がスタートダッシュなんですよね。将来の夢がヒーローなんですけど、まあ、スタートダッシュ早かったら、まあ、こやつ起きてから、まあ、ここに着地してそっからの速度っていうのが半端ないんじゃないかなっていうことで、まず1号くんで、そして次にですね、ハンナちゃんなんですけど、特技が早起きなんですよね。まあ、1号とオサイちゃんに比べたらベッドから出る速度が半端ないんじゃないかっていうことで、まあ、ハンナちゃん2人目で、3人目ですね、オサイちゃん、なんかもう戦う前からほのぼの雰囲気半端ねえな。おさえちゃんは特技がツッコミ、将来の夢がマラソンランナーなんですよね。おさえちゃんめっちゃ速いんじゃねっていうことで、今回はこの3人で一番誰が速いのか検証動画やっていきます。せーの、はい。勝利条件なんですけど、クッションに一番最初に座った子が、まあ、優勝となります。誰が出る一番最初、できればハンナちゃんが出てほしいけどな。おい、ちょっと待って、パロンチーノ、お前座るなよ。おーなんということでしょう。まさかの3人同時スタート。おっと、スタートダッシュが得意な1号が少し遅れてる。ハンナちゃんが、おさいちゃん、決着は一瞬でした。なんということでしょう。最下位の1号はただ見つめるのみ。それどころかパロンチーノが座ろうとしています。それどころか、あ、1号が帰った、寝た。そしてまさかのパロンチーノが3位という結果になりました。早っ。ちょっともう1回やろうぜ。1号も今の不完全燃焼だろう、スタートダッシュできなくて。いきましょう。ほい、あ、おお、全員同じタイミングで起きた。だがしかし、ハンナが早い、ハンナが早い。だが止まった。ここで引き返していく。おさいちゃんと1号は何かを悩んでいる。空を見上げている。虹が気になる模様です。そして将来マラソンランナーの夢を持っているおさえちゃんも虹を見上げてまだ動かない。でも今回3人起きる速度半端なかったからな。できれば1号動き出せ。お前は、ハンナちゃんが動き出しました。1号は寝る、寝るのが得意。お、ハンナちゃんも眠そうだ。どっちに行く、ベッドに行くのかクッションに行くのか。おっと、また虹を見上げてしまった。おさいちゃんはまだ動く気配がありません。1号はいつ動くのか。おっと、ここでおさいちゃんが動いた。1号もついに、おお、おさいちゃんがもう言葉はいらないのか。最後はクッションに座るだけで、このおっと、なんとここで下がるのか。みんな虹に夢中。いや、おさいちゃんが2人の意表をついて座ろうとしています。なんでそこでスマホを見るんだ。さあ、おさいちゃんの独壇場か。おさいちゃんが今クッションに、なんでそこで下がる。1号よ、お前何回寝れば気が済むんだ。まだ寝ない、まだ寝ない。さあ、前に出る。一騎打ちか。ついに1号とハンナちゃんの一騎打ちか。どっちが勝つ、どっちが勝つ。ダメだ、2人して虹をまた見上げてしまった。フルーツジュースを飲んでいます。美味しそうだ。だがしかし、今回のレースは、おお、3人が並んだ。見逃せません。見逃せそうです。おっと、1号が、なんと1号が逃げ切りました。いやー、素晴らしいレースでしたね。出始めが早かった1号、なんとか逃げ切ることができました。さすがスタートダッシュが早いだけのことはある。というわけでですね、今回の検証結果、おさいちゃんめっちゃ早かったですね、一番最初のレースなんですけども、まあ、ハンナちゃんもすぐにゴールしたから、まあ、この2人は多分接戦なんでしょうね。そしてスタートダッシュが得意な1号はエンジンさえかかってしまえばこの2人に対して逃げ切ることができるんじゃないでしょうか。今回はこの辺で撮っておきましょう。バイバイ。